はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。ジジさんです。はい。今日は2020年の5月19日火曜日になります。えー、先日ね、あのー、アマゾンからね、新しい8インチのね、Fire HD タブレット、ね、5月13日にね、予約発売されましたけども、えー、まあ、三モデルね、えー、Fire HD8、ァイヤー HD8 p プラスそしてファイヤー HD8 キッズだっけ、えー、このね3モデルがね。 え、出たところなんですけども。まあ、そんなね、えー、時期にジジさんがなぜか2014年のね、Fire HD6 ね、えー、6インチのやつをね、えー、ヤフオクで落として使ってるというね。えー、ま、そんな、あの、お話を最近したんですけども。まあ、過去動画ご覧になられてない方はね、説明概要欄の方にリンク貼っておきますので、ちょっとまた見てください。で、今日もまたね、えー、Amazon のね、その、タブレットの話題なんですけども、えー、今日もね、ちょっとヤフ、ah ニュースをちらり見てるとね、なんかあのー、ひっそり人知れずね、ね、えー、また Amazon の、ね、タブレットの話題がね、記事がね、載ってました。何かというと、まああのー、白黒のねまい、あ e、インクといえば、k i n d l e イヤーなんですけども、えー、それのねまあ新しいモデルがまた出たということで、えーっていう感じなんですけども。でまあ、ね じじさんが今持ってるね、えー、やつは、あ、キンドルペーパーホワイトね、えー、ですけども、これは確か8ギガだったかな。これはキンドルペーパーホワイトね。で、新しくね、えー、この度出てきたやつがキンドルペーパーなんですよね。ちょっと違うんですけどね。で、まあ、とりあえずね、えー、ヤフーニュースの方ね。 チラリチラリとちょっと見ていきたいと思うんですけどもはい、えー、こんな感じになりますね、はいえー、5月19日火曜日13時36分配信ということで、えー、Amazon Kindle に 8GB モデル8980円ということで、えー、Amazon は19日電子書籍リーダー Kindle の 8GB モデルを発売開始したと従来の 4GB モデルから容量を 8GB に拡大しながら 価格は据え置きの8 9 8 0円税込みと、えー、カラーバリはブラックとホワイトの2色ですよということですね。えー、2019年発売の Kindle のストレージ容量を倍増と、より多くの書籍や漫画を楽しめるようになりましたと、えー、容量以外の変更点はなくと。 ね、結局容量だけが2倍になったということなんだね、えー。フロントライトによりディスプレイの明るさを調整可能と。でディスプレイは6型で、えー、何、えー、精サイドが 167ppi かな。うん、で、えー、静電容量式のタッチパネルを採用と。 ということで、えー、外径数本も 60×113×8.7 ミリと、えー、重量は1 7 4グラム1回の充電で、えー、数週間利用できるということで、まあ、この辺の仕様が変わってないですね。 で、キンドル8ギガモデルの、今回の販売開始に伴って、4ギガモデルは在庫がなくなり次第、販売を終了します、ということで、えー、今日ね、19日の午後、15時30分現在で、えー、3000円引きの5,980円でね、今販売しているということで、ちょっとね、m アマゾンのサイトをね、覗きに行ってみましょう、ということで、はい、えー、ここにキンドル、 がありますねでこのキンドルシリーズは、じさんがねさっき言ったように Paper White、ね、キンドルペーパーホワイト。その他にキンドルオアシスっていうのがありますね。じ、は、じ、い、さんが持ってるやつはキンドルペーパーホワイト。今回は、このキンドルの方のね、えー、フロントライト搭載 w i f i 8ギガねもう、えーまあ、今、これブラックになってますけどね、ね空張りはあホワイトもありますよと、えー、いうことです。はいこんな感じでね。 で、広告付き、広告なしがあって、えー、8980円ということになっております。はい。えー、で、これが従来のやつだね。4ギガね。これが今3000円引きの5980円で売っているということで、今回出たのが8ギガモデル、8980円ということです。はい。だから、まあ、従来の4ギガでね、 えー、ちょっとやっぱ足りなかったなーっていう人は今回ね、この8ギガモデルはね、非常に嬉しいんじゃないかなと思いますね。えー、1万円切ってもね、8980円ね。 で、まあ、従来の4ギガモデルの時に、うん、まあそんなに頻繁に使わないし、まあ、4ギガもあったら、ま、ま、私の仕様では足りるなっていうような人は今お買い得だね。これ3000円引きの5,980円でね、買えるからね。ただま、在庫がなくなり次第終わりということなんで、いつまでこれが続いているかっていうのはちょっとわからないけどね。うん。まあ、いずれにせよ、新しいモデルも安いし、4ギガモデルはさらに3000引きということで、 結構お買い得な商品になっているんじゃないかなというふうに思います。はいということで、えー、人知れずねキンドルペーパーもねまああの中身は変わってないんだけどね、えー、容量だけが8ギガに倍増して出てきたというね人知れずなんかひっそりと。 モデルを出してきたっていう感じで。まあ、キンドルペーパーホワイトね。じいさんが持ってるね。このキンドルペーパーホワイト。これは、えっ、ー、と、2世代ぐらい前なのかな。うん。で、今このキンドルペーパーホワイトは8ギガと16ギガモデルがあるので、まあ、あの、下の方の8ギガモデルに合わせてキンドルペーパーね。そっちもなんか容量を合わせてきたっていう、そんな感じかな。うん。まあ、ちょっと気になる方ね。えー、a z o n のサイトね。えー、下に、 ちょっとリンクも貼っておきますのでね、えー、覗きに行ってください。で、またちょっと繰り返しになりますけども、4ギガね、従来の4ギガモデルでも十分だっていう方は今ね、3000円引きでね、えー、買えるんでお得なんで、ぜひともね、この機会ね、ちょっと考えてみてはいかがでしょうか。はい。ということで、えー、今日もね、ちょっと Amazon のタブレットの話題をお届けしましたけども、なんか面白いね。急にこういうの出てくるっていうのもね、うん、何か、なんかこう、またあるのかな新 らし、いなんか出てくるのかなね、どん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 ね、容量アップとか、なんかバージョンアップされてね、うん。まあ、アマゾンのタブレットもこれからが楽しみだということで。はい。えー、そんな感じで、もう、ジジさんね、あの、しょっちゅうちょっと、あの、ヤフーニュースとかね、いろんなネットニュース見ながらね、こういう情報をキャッチしていきたいと思いますので、まあ、また気になったやつをこうご紹介しますんで、よかったらまた、ジジさんのチャンネルに遊びに来てみてください。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。それじゃあ、また